はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回ですね、野原高原のペンの欅の経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原高原のペンの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っている欅の最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついているシリーズになります。まあ、ぜひ顔で遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとは欅についてちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの部分に関しては、自分のこのシリーズを追いかけられている方にとってはちょっとおさらいになるんで、飛ばしていただいても構わないです。でその次なんですけど、実物をボーンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でその次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光の元に撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でラストちょこっと雑談挟むような、まあ、こんな感じの構成にしたいなと思います。まあ、自分もまず話がなくなっちゃうかもしれないんで、まあ、早口再生でも構わないですし、飛ばし飛ばしても構わないんで、なので今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、この動画を収録しているのが2023年の10月の終わり頃なんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？はい、いや、最近ちょっと寒いですよね。まあ、こたつでぬくぬくっていう方もいらっしゃると思います。はい、秋が終わっていよいよ冬がね、まあ、近づいてきようという、まあ、今日この頃なんですけどね、皆さんあの風気をつけてくださいね。はい、まあ、自分も気をつけたいなと思うんですけど、はい、まあ、そんなね、あの、まあ、頃なんですけど、まあ、今回ですね、はい、まあ、欅なんですけど、28ヶ月、はい、2年4ヶ月になります。いやー、もうすぐでですね、まあ、2年半を迎えるという、まあ、今日この頃なんですけど、果たしてどんな感じで欅変化したのかというのを、まあ、今回も楽しみに、まあ、皆さんご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、初めてね、まあ、ご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、あの、まあ、欅のことについてとか、あとは、まあ、その手に入れたあの経緯とか、まあ、それについて、まあ、押さえていきたいんで、まずはですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。じゃあ、はい、歓喜野原高原ウェブ販売再開、購入品紹介ということで、はい、まあ、この時なんですけどね、まあ、新型のね、あの、まあ、シャーペンがあの登場した時でした。で、あの、販売サイトも、まあ、ちょっと今と違う時で、はい、あの、まあ、この時なんですけどね、まあ、ちょっとサーバーがもうトラブルで、もう落ちちゃって、もうちょっと仕切り直しにあのなっちゃった感じなんですよね。ただ、この時なんですけどね、もうギリギリ自分は、あの、奇跡的に買うことができて、まあ、この時、あの、まだね、あの、2本とか3本とか複数本買える時でした。で、まあ、この時、あの、2本買って、まあ、手前、これ、切り箱とかもまだ、あの、行けた時ですね。はい、まあこの時にですね、まあ、実はあのボールペンの方、あの欅の方スリムのやつを先行して自分買いました。まあ、これがあの奥に映っているやつになります。ですね、まあ、その後ですね、まあ、仕切り直しのイベントの時に、まあ、この時もあの2本買うことができました。はい、で、まあ、奥のやつですね。はい、まあ、これがですね、あの今回皆さんと一緒にあの経年変化の方をまあ追っていく、まあ、欅の旧型のシャーペンで、あのゴールド金具のやつになってます。まあ、これ手前映ってるやつがチューリップウッドです。まあ、さっき映ってたあの手前のやつがあの黒柿のやつになりますね。はい、というのはね、まあ、こんな感じでまあ手に入れたんですけど、これがですね、まあ、今回あの追いかけるまあやつが、2021年の4月に購入して2021年の6月にあの到着したやつになります。まあ、そこからずっとまあ追いかけてってる感じですね。はい、でまあ、欅っていう字でね、まあ、こんな感じであの、まあ、難しい字を書いたりもするんですよね。で、まあ、あと関西の方ではですね、まあ、こちらの欅の字の、はい、方があのおなじみなんじゃないかなと思います。まあ、というのもですね、はい、あの高槻っていうね、まあ、こういうあの有名な、ね、ところがあったりもします。あの電車とかね止まるんで、あのご存知の方もいらっしゃるかもですね。はい、まあ、こんな感じですね、まあ、あの地域とかにもですね、まあ、この字が使われるぐらい、まあ、日本の生活にあの欅ってね、まあ、非常にあのね、もう染みついてるというか、もう皆さんもおなじみの、はい、あの、なんかね、木工でなんか作るときでも、あの、かなりあの、おなじみの素材だったりするせいか、まあ、かなりですね、はい、あの、人気だったりするんですよね。はい。で、あとですね、あの、まあ、自分、この欅の経年変化の、まあ、動画なんですけどね、あの、もう、他にもですね、まあ、自分は、あの、星2の、あの、山桜、経年変化動、星2の山桜とか、あとは、まあ、星4のクワとかやってるんで、この欅自体、ちょっとやろうか、やらないか、みたいなことですね、まあ、これ、まだツイッターの頃の時代ですね。はい、まあ、今、X に変わっちゃったんですけど、はい、まあ、この時に、あの、やるの方にね、まあ、いろいろ投票がね、あの、あったんで、ありがとうございます。投票していただいた方。はい、ということでね、まあ、ずっと、あの、追いかけてってるよという感じになってます。
まあ、こんな感じのあのサムネであのずっと追いかけてってる感じになります。まあ、これ例えばこれ3ヶ月目なんですが、これがずっと今ねカウントアップしてってて、まあ、今回がですね、まあ、28ヶ月、はい、2年4ヶ月になるよという感じです。もう間もなくあの2年半を迎えようという感じなんですが、まあ、どんな感じで変わったかっていうのがまあ楽しみですよね。はい。で、まあ、欅なんですけどね。はい。あの、経年変化、星これ3なんですよね。まあ、今現在、星4のクワが、あの、まあ、これ一つ、あの、飛び抜けてて、あの、あるのと、で、星3が、まあ、いくつか、まあ、ある中での、まあ、1個なんですよね。で、欅ってね、めちゃくちゃ野原光月さんの中で、あの、すごい大人気の樹種で、なんか、毎年、あの、ランキングみたいな感じで、なんか、いろいろと、あの、発表されてるんですけど、もうちょっとそのランク外の、もう、殿堂入りしちゃったよっていうぐらい、まあ、人気のやつになってます。はい。自分の方にも結構、あの、質問とかね、まあ、来たりとか、周りでも結構、欅ってね、まあ、言ってる方、まあ、いらっしゃるんですけど、はい、あの、まあ、そんな感じのね、まあ、人気のやつ、果たして星さんどれぐらいの実力かっていうのがね、まあ、ちょっと気になってずっと追いかけてってるよというのは、まあ、そんな感じになってます。はい、ということでですね、まあ、前置きはさておきですね。はい、じゃあ実物ですね。まあ、あのちょっとボールペンもですね、まあ、一緒に出したいなと思います。まあ、ボールペンがちょっと1ヶ月、まあ、早く、まあ、手元に届いてたんですけど、はい、あのシャーペンの方のね、まあ、基準で、まあ、今回28ヶ月です。はい、ということでね、じゃあ28ヶ月、2年4ヶ月経ったやつ、はい、出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、ということでね、まあ、これあのどちらかというと、はい、これ手前がこれボールペンで、今回皆さんと見ていくのがこちらですね。はい、まあ、これがあの、まあ、ちょっと先端見てみるとまあ分かるかなと思うんですけど、これ旧型 の、はい、あのシャーペンになります。もうこれあのクリップ も三蔵クリップにね、まあ、変わったりとかね、もうかなりもうこれ前な感じですね。はい、というふうなまあ感じです。でね、まあ、経年変化、ちょっと思ったよりですね、あまりねこれ進んでないんですよね。うん、まあ、人それぞれまあ経年変化、まあ、あの四六時中あのずっと持ってるあの勉強であの必死にも手汗かきながらガーって握りしめてるっていう人とはね、まあ、ちょっとあの違うあの感じの経年変化なんですけど、まあ、そうですね、まあ、あの机の目立つところにまあこういう風に立ててて、まあ、ことあるごとにこうやってピックアップしてて、まあ、書いててまた戻すみたいな感じであの自分使ってる感じなんですよね。はい、まあ、その一つのまあ例と思ってください。で、まあ、初めから比べると、そうですね、まあ、ここのところのこの木目というかこれですね、銅管部分なんですかね。はい、まあ、ここのところがちょっと濃くなってきたかなという感じなんだけど、まあ、ここ直近の1ヶ月2ヶ月そんなに変わってないですし、初めから比べてももうちょっと変化あるかなと思いきや、そこまでないっていうのが、まあ、自分のこの欅の、はい、あの変化になってます。まあ、それも一つのですね、まあ、あの例かもしれないんで、まあ、ぜひあの今回の動画とか皆さん購入の参考にしていただけると嬉しいなと思います。あとはですね、あのこのシャーペンとですね、まあ、厳密にあの径を合わせたい場合、まあ、これあの旧型のシャーペンだけど、まあ、あの新型のシャーペンでもまあ言えることなんですけど、はい、ボールペンのあのスリムタイプの方を皆さんあの購入してください。はい、まあ、するとですね、まあ、径がですね、まあ、あのぴったり合うよという感じです。ただこれね、あのスリムタイプとスタンダードタイプのまあ違いっていうのは、中に入っているリフィルがですね、これ樹脂かもしくは金属かっていうまあ違いがあったりとか、もう一回りぐらいちょっと大きくなったりするんですよね、スタンダードの方が。まあ、スタンダードの方が重厚感があったりとかして、まあ、個人的には結構そっちの方がまあ持った感じ好きだったりするんですけど、まあ、シャーペンとすごい合わせたいっていう方はもうスリムをね、はい、まあ、あの買うべきかなって思ったりもします。はい、でもこれなんですけどね、まあ、あの、まあ、自分はあの実際あのこれは店舗で選んだやつじゃなくて、あのウェブの販売であの頼んだんで、まあ、偶然届いた木目っていう感じなんですけど、まあ、木目もこんな感じでね、まあ、ちょっとあの皆さん届くやつがどんな感じか分かんないんですけど、まあ、こんな感じのやつが、まあ、自分届いたよという感じになってます。あとはそうですね、あの木をワイルドに楽しみたい。はい、まあ、持った時にちょっとゴツッとした感じ、ちょっとこの凹凸感があるんですよね。はい、まあ、ワイルドにこのね木を感じたいという方にとっては、まあ、結構この欅ってあのいい選択なんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということでね、じゃあですね、あの前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真ですね、まあ、それを比較していきながらですね、はい、まあ、この28ヶ月の変化を見ていきたいなと思います。じゃあまずはですね、まあ、これ出しましょうか。これ0ヶ月目の時です。じゃあこっちからですね、あのカウントアップの方をしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、これ半年ですね。はい、で7、8、9、10、11、12、はい、これ1年で13、14、15、16、17、18、これ1年半です。で19、20、21、22、23、24、これ2年です。で25、26、27ときて、今回の28ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん。はい、27、28、27、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、18、19、20、21、19、8、7、
0.7654321.0 と、はい、まあ、こんな感じで変化していきました。じゃあちょっと間取って見ていきましょうか。これ半年ですね。はい、でまあ、これが1年です。で、まあ、これが1年半で、はい、まあ、これが2年ときて、まあ、今回の28ヶ月目がまあこんな感じになったよという感じです。はい、いかがですかね。まあ、ちょっと黄色みみたいなのがもうこれだいぶ取れてきたんですけど、皆さん思うように変化してますかねこれ。はい、まあ、星3、まあ、自分星4のねクワの方が正直ですね、まあ、結構変化してるかなという感じがしたりします。まあ、直近のこの27、8、まあ、そこまでまあ変わらない感じですね。はい、じゃあちょっとね間、まあ、取ってて見てみましょうかこれ。はい、まあ、これが18ヶ月目のまあ比較です。あ、こうしてみるとなんかちょっと暗くなった部分もあるかなっていう感じですね。はい、でまあ、この時見てみてもやっぱりなんかこの溝がちょっと深くなったような気がしますね。これが1年の時の12ヶ月との比較です。はい、でまあ、これが6ヶ月目なんですけど、これはちょっとだいぶなんかちょっと、はい、全体的にまあ暗くなったなっていう感じがしますね。はい、じゃあまあ最初と比べてみましょう。まあ、0ヶ月目とこういうふうに比べてみると、あ、まあちょっとこういうふうにね、まあ、まあこう見てみるとまあ変わったかなっていう感じですけどね。まあいかんせんもちょっとずつなね、もう歩みな感じですね。はい、まあこんな感じでまあ一応変化したまあ一例だよと思っていただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね。まあ、今後もずっと追いかけられるだけ、まあ、追いかけていこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ、まあ、最後ね、今からなんですけど、ちょっとね、最近の野原光月さんの近況とか、まあ、その辺、まあ、まとめたりしたやつを、まあ、見て、終わりにしたいなと思います。じゃあ、まとめたやつ出しますね。はい、こちらになります。じゃーん。はい、とですね、まあ、今から5秒間、ちょっとスクショタイムいきましょうか。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、最近のね、状況をちょっとまとめてみました。まあ、野原光月さんのペン、まあ、手に入れる方法、まあ、主に、まあ、来店予約、あとは、まあ、ウェブ予約、まあ、他にもはですね、なんかイベントとか、まあ、いろいろあるかもしれないんですけど、まあ、大きく分けて、まあ、この2つですよね。はい、で、あとですね、まあ、ちょっとね、ウェブ販売のね、これがですね、まあ、ちょっと伸びてですね、11月中旬を予定みたいな感じにこれなったんですけど、はい、来店予約の方も11月にあるよということで、ちょっとね、野原光月のペンとかに興味ある方、11月ちょっと忙しいね、時になりそうですよね。はい、じゃあまずはですね、ちょっと来店予約の方からいきましょうか。はい、まあ、これは前回の9月の時まとめたのとまあ変わらず、11月にまあ準備ができ次第まあアナウンスな感じになります。で、まあ、11月には2024年の1月から3月までの分をまあ取るよという感じになってます。昔はねすごい電話の争奪戦だった感じなんですけど、まあ、ちょっとはがきに切り替わってまあ安定してきたところもありますね。はい、まあ、ちょっと運がね、まあ、いったりとかもするんですけど、まあ、おそらく今回もまあはがきになるんじゃないかなと思います。ただしね、これね、ちょっと皆さん要注意なのが、これ1月から3月なんですよね。はい、もう思いっきり冬のシーズンです。雪がすごいんですよね。はい、まあ、しかも野原光月さんとか本当に山の上の方ですし、長野県です。はい、豪雪地帯なんですよね。はい、もう冬は要注意、まさに要注意な時です。車で行こうという方はもう本当にチェーンないと悲惨なことになるかなと思うんで、まあ、その辺とかぜひですね、まあ、学生さんの方、まだ車の免許持たれてない方はもう非常にその辺相談した上で決めてください。まあ、この辺も火が早く食えたりとかしたりとか、もう帰りのバスとかも大変だったりもするんで、はい、まあ、結構本当に上級さん向けな時かなと思います。まあ、それよりは結構まあ取れるチャンスでもあるかもしれないし、まあ、天候が悪かったらもう最悪行けないということもなきにしもあらずだったりもするんでね、まあ、その辺覚悟の上で、はい、まあ、気をつけて行っていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはですね、これ2024年分なんで、まあ、残念ながらこちらですね。はい、まあ、実はですね、野原光月さん1923年創業で、2023年が実は創業100周年だったんですよね。で、創業100周年を記念して、まあ、いろいろななんか限定ペンだったりとか、あとはまあこういうふうなノートがもらえたりとか、はい、まあ、いろいろとですね、まあ、こんな感じの特典あったんですけど、ちょっと残念ながら次2024年なんでね、これは残念ながらちょっと終了という感じになってます。まあ、そこが注意ですね。はい、じゃあ、あとはですね、このウェブ予約ですね。はい、まあ、これがですね、10月の予定だったのがちょっと伸びて、11月中旬を予定になりました。ちなみに、まあ、言葉の定義的に、まあ、中旬っていうのが11月の11日から20日までの間なんですよね。まあ、このどこであるかというのはちょっとわかんない感じなんですけど、まあ、この時ですね、もうぜひ欲しい方、ちょっと要注意な感じですね。はい、でも、この時もですね、まあ、同じく2024年1月からまあ6月納期のやつなんで、同じくこのノートはちょっと残念ながらないよという感じになっています。まあ、去年の時なんですけど、まあ、去年はまあ10月中にあった感じで、まあ、大体この辺りにまあスタートしました。祝日にあった感じなんですよね。
ね。はい、まあ、ちょっと休みの方もなかなか油断できない感じなんですけど、まあ、注意してください。あとは、まあ、自分他の動画とかで、まあ、いろいろとその辺のなんかポイントとかまとめたりしてるんで、まあ、合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。あとはですね、まあ、今回なんですけどね、まあ、残念ながら、まあ、今回紹介した、まあ、旧型のこのシャーペンですね。はい、まあ、終了しちゃってる感じになります。もう全部新型になってますし、まあ、全面的にあのクリップもこのボテッとしたやつから三蔵クリップっていうね、ここのところに、はい、野原工芸さんのマークがついたやつにちょっと変わってるような感じになってるんで、まあ、注意してください。あとはですね、まあ、これさっき言ったところで、限定ジュースですね。これが、最近発表になりました。はい、今回ですね、スポルテッド、これ、トチ。はい、あとはですね、特上黒柿、あとは、特上チークコブっていう感じなんですけど、これそれぞれですね、自分ね、まあ、ちょっとよく似たやつ持ってるんで、それ一気に出したいなと思います。はい、それはこれらになります。じゃーん。はい、ということでね、まあ、偶然ちょっとあったやつなんですけど、まあ、順に紹介したいなと思います。はい、まあ、これがですね、ウッドペンクラフトさんですね。はい、まあ、そこのところで自分が旋盤するときに偶然これ選んでたやつなんですけど、これトチじゃないんですけど、これカエデですね、メイプルなんですけど、これスポルテッドメイプルっていうやつになります。はい、まあ、スポルテッドっていうやつが、まあ、その虫とか、まあ、菌の作用によってこんな感じでですね、まあ、なんかちょっとこんな黒く、はい、なんかフルチズのような感じで、こういうふうな感じでね、なんか独特なこういうふうな模様がいってるよっていうやつになってます。まあ、これ結構個人的に綺麗かなと思うんで、まあ、ちょっと面白いんでね、行ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、まあ、特上黒柿、まあ、黒柿大人気ですよね。まあ、それのまあ特上なんで、まあ、いい感じでこの白い部分と黒い部分がまあ混じり合ってるやつなんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただ個人的にどうかな、まあ、結構これ当たり外れすごいでかいかなって思ったりもします。はい、であとはですね、特上チークコブですね。はい、これですね、自分これ秘蔵庫のやつなんですけどね、これ工房節さんと、あとは趣味文さんのこれコラボレーションモデルのやつかな。はい、偶然もう今の木軸ブームがもう来る前の時にはい、偶然買ってたやつなんですけど、これがチークのコブだったと思います、確か。はい、まあ、こんな感じのやつと思ってください。もうコブ好きの方にはちょっとたまらないような、非常にこんな感じの素敵な感じのやつです。はい、ということでね、まあ、今回結構ね、この限定ジュース割と人気そうなやつがちょっと来てるんで、やっぱりまあ、前回ものすごかったですけど、今回もものすごいんじゃないかなって思ったりするんで、まあ、ぜひですね、まあ、11月のこの中頃あたりですね、まあ、11から20日あたり、まあ、非常に気になる方、頑張って手に入れようという方はもうちょっと注意していただく必要があるかなという感じです。あとはですね、まあ、今回ですね、まあ、欅のやつ、まあ、皆さんね、参考にぜひしていただけると嬉しいなと思いました。はい、ということでね、後半結構ね、雑だと言いつつ、これ喋りましたね。はい、まあ、でも皆さん参考になればなと思います。はい、どうですね、まあ、今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったよという方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。